平家にほど近い本所横阿弥町に宝蔵院流の槍を取っては天下の名人と言われた俵星玄馬がいた。上杉の家老千坂兵部は250石の高禄をもって召し抱えようと使者を立てた。もちろん吉良家の付き人としてである。だが夜泣きそば屋あたりや重助こそ赤穂浪士の世を忍ぶ苦心の姿と深く同情を寄せていた現場はこれを決然と断った。のうそば屋、お前には用のないことじゃが、まさかの時に役に立つかもしれぬぞ。見ておくがよい。16俵の砂俵の前にすっくと立った俵星、思わず雪の大地に正座して息を殺して見つめる杉戸。ああ、これぞ元禄名僧夫。名前を聞かせろよと口まで出たが、そうじゃない。言わぬが花よ、人生は追って別れる定めとか、思い直して一人しみじみ飲みながら時を過ごした真夜中に、心すみだの川風を流れて響く勇ましさ、人うちにうちさん流れ、あれは確かに確かに、あれは山が流儀の陣太鼓。
日に元禄15年12月14日江戸の夜風を震わせて響くは山が流儀の人太鼓しかも人口に牛さん流れ思わずハッと立ち上がり耳を澄ませた太鼓を数えおおまさしく赤穂の星の牛切りじゃ連れ立ちするはこの時ぞもしやその中に昼間別れたあの蕎麦屋がおりませぬかなば言わなんという間に一度大手別れが告げたいものと稽古地盤に身を固めた断刻炉の袴桃たちたっかく取り上げ白髪やたたんど節の鉢巻き目のするごとく嘆しにかかるませんぞ伝来たまら男女は来たげたる希釈の手ありを右の手に切り戸を開けて一足表に踏み出せば天は幽庵地はがいがいたる白雪を蹴立てて行く手は松坂城屋敷に来てみれば今うち入りは真っ最中総大将の蔵之助見つけて駆け寄る俵越しが天下無双のこの槍でお助立ちを湧いたそうぞ言われた時にお石は滝この通り厚く礼を申しますされどもここはこのままに槍を収めてお引き上げなさるならばありがたしかかる折しも一人の老子が行き上げ立ててさっシャク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 先生おおそば屋かいや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 襟に書かれた名前こそまことは杉野の竜平次殿わしが教えたの極意命よしも七をこそおしめ立派な働き乗りますぞよさらばさんあらば後に左あころしに邪魔するやつは何とたりとも通さんぞ橋のたもとで石突きついて槍の現場この辺りは趣を変えて講談で一席義士の討ち入りを申し上げることにいたします。元禄大中新蔵もやがて大詰めを迎えました。思えば1年9ヶ月人間の愛憎を引きこもごもに綴るこの物語も赤穂義士すべての人の事柄を細かく読むことのできませぬことが心残りでございます。3日前より降り積も雪は江戸の町々を染めて迫害がい
その雪道を踏みしめて粛々と四十七士は今最後の集合場所堀部安兵衛の内子に出て本庄一つ目木田の屋敷を目指して進んでまいります。折しも雪は闇、終点につき高校として四十七人の影を映す。そのいでたちを見てあれば鎖片南にまとい北条流のしころずきんを絵首に着なし、上着はいずれも黒こそで、その両袖には白のさらしでだんだら模様に縁取りをなし、ひりりと結ぶ上帯は若きはひじりめん飛び座や、おいたろは白ちりめん飛び座やと分かれ、しかも厳重に鎖を入れましたるは、堀部安兵衛が高田の馬場で決闘いたしましたる時、敵のために大事な帯を切られ、ために着物の裾が足に絡まり、思わぬ苦労をしたということも蔵之介が聞き及び、当夜は全ての者に必ず鎖を入れるようにと指示をされたということでございます。たすき十字にあやなして名札は長さ六寸幅二寸、金の皮ごしらぎにておのおのその称名を書き記して襟につけ、白山旅に身をがばらんじ吐きしめました。大旗を半旗をなぎなたのだち、影やがんどごまさかりはしご、槍を小脇にするもあり、あれは杉の構いばらか。息を殺した足ごと忍ばせ虎の女房国七つごろ、今の時間で午前四時、平子預けの助の館に到着いたしました。さて市議の少将を木田義仲は、三子を木田に置いて四千石を領し、先祖は遠く足利義氏よりいでて誉れも高く、後継筆頭を務め隠居したる身とは申せ、その嫡男は上杉謙信公以来の亀井四井出では米沢十五万石の大主、上杉壇上太子綱取りとして堂々たり。さてその敷地の広さ2550坪、建物の大きさ846坪1号5席、小漬けの助の寝間は屋敷のほぼ中央にあり、座敷の数はおよそ30、当夜館にいた武士は39人、その他合わせて50人ほどでございました。かねて定めの通り、大石蔵の助の手にした采配、一振り二振り、47人は二手に分かれ、東表門総大将は蔵之助、裏門大将大石力義兼、後見役は音に響いた吉田忠左衛門、東西一時に口言った。さても表門からはしごをかけて一番乗りは大高玄後、続くは狭間十二郎、横川寛平、岡島八添衛門、ひらりひらりと卑怯のごとく体内に飛び降りました。ところがこの時、元足軽大将を務めた300石の堀部屋兵金丸は、お年はすでにもう76歳、若い者のようにはゆかない、おいおいおい、誰か手を貸してくだされや、その声にすぐさま大高言語が下から抱きかかえたから、雪にも滑らず体内に降りることができた。非常の際にこの落ち着きぶりはさすがなものよと人々の語り草にもなったとか。この人やりごもてば名人級ゴルフならばシングル級かプロ級か、自分はすでに年老いて今宵の打ち入りは繊細の一遇と喜んで、当日は同志をすべて自宅に招いて一大祝宴を張りましたが、その席上で読んだ句に、雪晴れて心に可能は明日かな。さても47人ことごとく体内に乗り込んだ時、片岡源五右衛門高房は大音量を張り上げて、やあやあ明らけの方々に物申さん、我々は晩秋は阿公浅野匠の神が元家来にて候、亡き御殿ご無念相続のため吉田少将殿見印を頂戴に水産つかまつった、お願い将来まった吉田殿御臨家土屋力様本田孫太郎様ご家中に申し上げまする、目指すは吉田殿ご一人、1年9ヶ月にわたる浪人どもの身体、何とぞ哀れとおぼし召し、お見逃しくだされまするよう、お願いを申し上げまする。まさに呑動を裂いて血がほとばしる、その言葉に土屋力殿思わずハラハラハラと落雷、5年の行ったる工場しかと承知をつかまつったぞ、それものども高かり上賃をともせ、槍の穂先も揃いよ、
塀越しにもしも平家の者が逃げてきたならば即座に切れ」と厳しく達せられた玉節の情け。諏訪こそ浅野の打ち切りぞ。体内にわかに騒然、寝込みを襲われ武装するいとまがない。反省あげて切り込む浪士、広間にいた早田源八真っ先に切られたそうだ。と洒落てる場合じゃありませんが、小堀源五郎、新海屋敷を切り捨てた小野寺光右衛門が、ふと見れば床の間に十丁の弓が四つる張って並べてあった。これは使われてなるものかと大刀を横なぎにブラブラブラと切り放った。ボーリングならばまさに一発ストライクだ。この処置は誠に良い周到と後に大勢の人々が褒めたたえました。この時表にあって蔵之助が、50人組は右じゃ、100人組は左へ回るのだ。大音量で下調したから、吉良の方ではいやいやいや、そんなに大勢が切り込んできやがったか、もうダメだわ、さあと尻尾を巻いたが、ここが蔵之助一代の軍師であったの証拠でございましょう。さてここで家中随一の美男と評判が高かった磯貝十郎左衛門に目を移しますが、乗り込んだ体内、雪明かりがあるとはいえ中は真っ暗だ。すぐさま飛び込んだ勝手の間、そこにいた小物を捕らえて、そなたはろうそくのありかを存じておろう、出せば命は助けてやると脅かした。へえ、ここにござりますと、たくさん出してきたろうそくに火を灯させ、各部屋につけて回ったので、一等は勇気100倍、働きやすくなりました。もちろん当屋はろうそくを持参しましたが、この屋敷にはそれ相当の品物が置いてあるはずだと、睨んだ眼に狂いはありませんでした。さすが匠の神が生前磯貝を重く用いておりました面目、後に肥後熊本の大主細川越中の神が激賞した見事な働き。さてもこの世最も凄まじい戦いぶりを見せたのは、不破和右衛門政胤。殿にひとたび感動された身が許され、討ち入りに加えてもらった感激と剣を取っては堀部康兵衛と互角の勝負をしたほどの達人ならば、立ち向かったやつこそいい災難だった。当たるを幸い一刀両断拝み討ち、左右を袈裟掛け横一文字、寸前ばらりと聞いたボス有様。かくてほとんどの敵は鳴りを潜めたが、肝心要仇の姿が見えません。さては抜け道通って屋敷の外に逃げたかと、一同は落胆。ああもはや我々は弓矢の神にも見放されたかと、顔色青ざめる者もおりました。この時吉田秀左衛門が声励まして、まだまだ望みを失ってはならん、ご家老の手配に落ち度のあるわけはない、あれほど厳重に屋敷の内外を固めているのじゃ、見よこの布団のぬくもり、吉良殿は必ずこの体内に隠れているはずじゃ。ふと見れば床の間の掛け軸が風に揺れている様子、大石力が目ざとく見つけ、これを引き下ろせば、おお確かにそこは抜け穴か、ぽっかり開いて中は真っ暗闇、はっと思う間もなく力はずんずん入ってまいりました。続いて飛び込む狭間に神崎、住小屋近く来た時に、確かに中に人の気配ささやき声、方々お願い召され、住小屋に誰かいるぞ。その声聞きつけて堀部康兵衛を先頭に、近くにいた者がどっと集まった。戸を打ち破った。その途端中から飛び出す榊原平右衛門、体をひねって三村寺の左衛門がただ一打ちで打ち取った。続いて打ち出る大須賀を矢田五郎右衛門が抜き道で、物の見事に仕留めた時、残る一人か悠然と姿を現したは、これぞ上杉家より付け人として派遣されたる剣豪清水一学でございました。おお一学か、珍しや。安兵衛か、待っていたぞ今日の日を。昔なじみが雪の中、まことの剣の戦いを交わして死ぬは本望じゃ。参れ。おお一学、行くぞ。方々手出しは無用に願う。
安兵衛構いる西岸に、一学この時大冗談、隙を見せたるその構え。思わず安兵衛心の中で、許せ一学武士ならば、詫びはあの世と左へ飛んだ。一学が振り下ろす、右の腕に打ち込む立ち風。返す刃が肩先深く、雪を真っ赤な地に染めて崩れるごとく倒れた一学の顔にかすかな微笑みが残っておりました。同志は思わず息を呑んで見つめていたが、狭間十二郎、確かに今一人中に残っていたはずと、槍越しごいて隅田原へピシーッと突き刺した。手応えあった。よろめくように立ち上がった白衣の男、脇差し抜いて構えた時、踊りかかって竹林がただ一打ちに切り倒した。これぞまさしく、ああ、吉良上野介の孫を刀なき仇であった。広場に引きずり出した蔵之介がとどめを刺したその時に、同志一同男泣き、やがて勝利の勝ち時を天にも届けとあげたのでございます。首落とした吉良殿の遺骸は、元の矢具に丁重に寝かせて、火の用心も十分に、原片岡小野寺の三名を使いとして、土屋本田両家に挨拶をいたし、いよいよ高輪仙岳寺へと引き上げに移ってまいります。この時老子の一人、寺坂吉右衛門は、養善院をはじめ大石陸夫人が身を寄せております、田島豊岡石塚源五兵衛宅、および吉田中左衛門の足軽でございましたから、もちろん吉田家などへ忠臣のために姿を消して行き、再び人々の前に現れませんでした。仇討ちを陰から助けてくれた羽倉伊月、大石武人、細井光沢、堀内源左衛門、大石三平、さらには宝井企画、これらの人々へ義士たちはそれぞれ別れを惜しみましたが、物陰からじっと見送る人がいました。恋にやつれた毛利小平太、今一人は東海道鳴海の宿で自ら偽物となった立花左近の裏ぶれた姿でありましたが、赤々ともゆる男の心があったはずでございます。やがて大目付け戦国ほうきの神久直の屋敷へ、吉田中左衛門、富の森助右衛門が蔵之介の口上書きを携えて自首いたします。政治の間違いを責めて一死を幕府に向けながらも、江戸市中騒乱の罪は罪、潔く国法に従ったこの最善たる行動こそ、誠に武士道の花と歌われるゆえんでございましょう。仙岳寺に至り、匠の神の墓前に吉良少将の首を手向け、公儀の沙汰を静かに待った赤穂浪士に、細川家を先頭に松平、毛利水野家と大名屋敷より異議を正した侍が乗り物を持って迎えに参りますが、すでに日はとっぷりと暮れておりました。辺りは暗く、どの顔も定かではなく、あまりお話の時間も長くなりましたので、まずはこの辺りをもって講談義士の討ち入りを読み終わる次第でございます。のんべ安兵衛けんか安、誰があだ名をつけたやら、中山安兵衛竹常の杉氏昔の笑い草。申し上げましょう。実はな、私の祖母は越後柴田藩の藩祖、溝口ほうきの神秀勝公の娘、父中山弥次右衛門は柴田城辰巳の櫓を預かり中、火災が生じてその責めを負い浪人、やがて死にました。それから5年、みなしごとなった安兵衛に世間の風は冷とうござりましたが、俺も男だ、西軍の志を抱いて江戸へ出ましたのが元禄元年。そう、
私が19歳の時でございました。現在門先生道場で深く知り合いおじおいの義を結んだるこの菅野引くに引けない武士の入り村上兄弟一門と高田の馬場で果たし合い60過ぎた拙者には勝ち目は一つもござなくそろう後に残れぬ妻や子お願い申す安部殿文武優れたそなたじゃが酒を慎み身を納めあっぱれ出世なさるよ草場の陰から祈りまゆらせそろと涙で書いた須の下国か高田の馬場まであと半時南無八幡台菩薩をこの安兵衛が行き着くまではおじの身の上守らせたまい馬さん水だ水をくれ関の孫六は静かに
牛込天竜寺竹町の長屋を飛び出す安兵衛は小石を蹴飛ばし砂巻き上げて中等分ごっとくかけてゆく。これを眺めた大工に車間床屋も八百屋も米屋の親父も魚屋もそれゆけやれゆけやさんが大きな喧嘩を見つけたど今夜はたらかく飲めそうだ。後から後からついてゆく一番後から乗り屋のばあさん息を吐き出してよいしょはこらしゃよいしょこらしゃやっさんやっさん喧嘩はよしなとかけてゆく。白羽揃えて切りかかる。哀れ菅野と若とは次第次第に追い詰められてすでに危うく見えた時馬場に飛び込む安兵衛が関の孫六抜くても見せず村上三郎は切り捨てて天にも轟く第四条中山安兵衛竹常がおじの菅野に助立ちいたす名乗りを上げてさこいと脇差し抜いて左手に天地に構えた二刀流右に左に切りまくる折しもおじの後ろからなぎなた持ってゆけんが切り下ろさんとした時に発した投げた脇差しが背中を貫き見事倒したありさまはさながら鬼人か天魔の技か固唾を飲んで見ていた群衆のとあげたる歓声が元66年2月4日国論を二つに分けるほど激しく論争された赤穂義士に対する処分は一同に切腹を賜るとの将軍綱吉の宣告をもって終わった。
思えば2年前、匠の神に即日切腹、家改易を命じた綱吉は、自らの処置に誤りがあったことを認め、幾度となく学者ばっか口ぐの人々の意見を求め、ついに荻生徂徠の差し出した権論を用いることとした。当時の常識とすれば、一地方の大名、浅野家の陪臣である老子たちに将軍が直接上位を下すことは破格のことであり、上理ともに立つものであったのである。その当日、細川家に正使として向かった荒木十右衛門は、幕府の決定を伝えた後、吉良家のこの度の仕方は不届きにつき、本日江戸城内山吹の間においてご公儀よりお咎めがあり、四千石の領地は召し上げられ、左兵衛義親と母は信州高島、諏訪昭の神殿に身柄を預けられ、上野助殿の罪は公に認められることとなり申した。おのおの方にはさぞかし本望でござりましょう。城の朝神下を着用して一同とともに両手を使えて、その言葉を聞く蔵之助は、まことにまことに本懐の至りでござりまする。その胸の奥底に去来したものは何か、その瞳にはただ静かな微笑みがあった。かくて細川家、松平家、毛利家、水野家において切腹した老子たちの亡骸は、籠に乗せられ丁重に泉岳寺境内にうずめられた。死ぬも生きるもただ一つと誓い合った46人にとって、そこは安らかな眠りの場であり、また和やかな語らいの場所であったかもしれない。幾千年の歴史を過ぐるとも、日本の国がある限り、日本人の心の中に忠臣蔵の人々は永遠に生き続けているのである。